もですね、カーといえばグーさんの力を借りて伊藤さん愛車探しにやってまいりました。いやちょっと車買い替え日和ですね今日はね。今日は噂に聞くと僕の欲しい車がずらりと揃ってるということで、買う可能性大。すみません、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。伊藤だと言います。飯岡と申します。飯岡さん、お願いします。はい、飯岡さん。はい。ハイエースください。ハイエースください。芸能人の方から、まあ、一般の方まで、はい、あのハイエースの、まあ、キャンピング仕様からキャンピングじゃないものまでやっぱり人気はありますので、その中でも今やっぱり一番人気出てきてるのが、はい、その中がキャンピング仕様になってて寝れるスペースですとか冷蔵庫ですとか電源が取れてみたいな、そんなに形のやつがやっぱり今人気があります。へえ、何台ぐらいなんですかハイエース今。ハイエースだけでも70から。あ、僕自身も YouTube ハンバーグショーってやってるんですよ。それの機材車にするのもよし。あとまあ正直言うとちょっとエッチなことにも使いたいな。大丈夫です、カーテンついてますので大丈夫です。本当。はい、大丈夫です、お願いしますよ。はい。やっぱりね、こういうマスコミの力借りるといろんなものが個人だとそうはいかないからね。来た。これはハイエースではあるが、はい、窓の突起の部分とか、はい、ちょっといろいろ違いそうですね。見せていただいていいですか。はい、わかりました。あ、こちら、待ってください。怖い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 、何、どうした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 、なに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 、あ、立たないね、全く立たないね。パパちょっと待って、え、なになに、じゃ時空が歪んだのかな。何、どういうこと、こんにちは。ハイエース見るでしょ。ハイエース見るよ。ハイエースキャンピングカーやから一人物で見てもよくわかんないじゃないですか。え、どういうこと。リアリティで見てもらえる。キャンプはやっぱファミリーで行くもんだから、それで今日は一日パパに。ちょっと嬉しいんだけど。ちょっと待って。一緒に見てくれる、キャンピングカー。じゃあキャンピングカーって、キャンピングカーってね、みんな楽しく乗るやつ。じゃあ行こうか。かわいい、本当にかわいい。こちらが当社のオリジナルで作ってます、フォックスっていうのの、ディパーチャーっていうモデル。おい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 、ちょっと待って、思ったのと違いすぎるよ。椅子が縦に横に並んでないね。はい、りんちゃん、これがね、みんなで出かける車だよ。はい、すげえな、これにしようかな。今日で買ってもうこのコーナー終わる可能性ありますか。